こんにちは。日本のバスをいっぱい紹介するね。みんなが持っているおもちゃの本当に走っている姿を見てみようよ。恐竜バス、はい、ゲットしました。こちらトミカで発売された軽福バス恐竜号だよ。檻から飛び出しそうな恐竜が描かれているバスだよ。後ろにはトリケラトプスもいるね。本物見るぞ。ハトバス、ポケットに入るサイズのハトバスを見つけたよ。本物とそっくりだよ。それじゃあ本物も見てみよう。池バスだよ。まもなくバスが通ります。青色の伝説バスだよ。ベイサイドブルーって言うよ。トミカ42番はハトバス、2階建てのオープントップバスだよ。開けてみます。2階建てバス、上に屋根がないよ。オレンジのシートがいっぱい並んでいるね。天井がないから気持ちよさそうだね。スカイダック知ってるかな。チョロQで赤色と水色どっちも売ってるよ。大福交通、恐竜の絵がいっぱい描かれたバスだよ。越前鉄道勝山駅と福井県恐竜博物館を行ったり来たりするバスだよ。スカイバス、屋根なしの2階建てバスだよ。高い位置から都内を観光できるよ。リムジンバスを紹介するよ。東急ハイウェイバス、高速道路をたくさん走るからトイレがついたバスなんだ。これは京急リムジンバス、萩観光バスだよ。臨港バスがすみっこ暮らしとコラボして走っていたよ。このすみっこ暮らしはイオンで買うことができるよ。なんと前の扉や後ろの扉が開けたり閉じたりできるよ。東京 BRT のエルガディオだよ。都内を走る初めての連接バスなんだ。
いバスもあるよ。ソラっていうよ。燃料電池で走る電気自動車だよ。それじゃあコミュニティバスを見るよ。めぐりん、浅草や上野、谷中などの観光地を巡るバスだよ。渋谷では見たことあるかな。ハチ公バスが3色走っているよ。京急の2階建てオープントップバスがやってきたよ。三崎口では赤色でお目目がついているよ。京浜急行のバスだよ。本物そっくりなトミカがあるんだ。開けてみるね。水色に赤い線、顔もそっくりだね。横浜市営バスだよ。都営バス発見。都営バスはトミカ20番で販売されているよ。これもまた本物とそっくりだよ。京王バス。貫鉄グリーンバスがやってきたよ。江ノ電バス。神奈川中央交通。みんなの街でも走っているかな。水素バスだよ。トミカ82番は水素バスだよ。伊豆箱根バスを見つけたよ。東武バスはオレンジ色だね。京福バス発見。臨港バス。名古屋を走るめぐる。中入ってきたら危ないですよ。機関バス。名古屋市
知恵バス。美容整形のラッピングバスを見つけたよ。広島県のメイプループ。キティちゃんにラッピングされたバスにも会えるかもしれないよ。みんなの街を走るバス、見てみてね。